皆さんこんにちは、チャプターズブックスター書店主の森本萌乃です。年末ですね。どうしよう、今日喋ることいっぱいあって、今スクロールしただけでもうドワーッとあったのびっくりしました、自分でも。チャプターズは本棚で手と手が重なるような偶然の出会いを求めるオンライン書店です。プロが選書を4冊毎月しておりますので、その中から1冊お選びいただくと、同じ季節に同じ本を読んだ人と、ビデオチャットで交流できるという、そんな1ヶ月に1冊の本、1つの出会いをお届けしているサービスになっております。今月でチャプターズベータ本開始から2年目を迎えまして、おめでとうございます、チャプターズ。なんか毎年周年はなんかこうもっと記念すべき日になると思いきや、日々のやることでもいっぱいいっぱいで、あ、気がついたらもう2年だとか、気がついたらもう1年半だとか、あまりこう節目を感じられずに迎えているというのが実情です。なんかそれぐらいこう次に来ること、未来に夢中になれてるのかなと思って、自分ではすごい嬉しいなという気持ちもなんとなくあります。はい、ね、2022年が終わろうとしていて、皆さんは今年どんな1年を過ごされましたでしょうか。チャプターズで多分読書を再開したりとか、あと新しい趣味として読書始めたり、あと出会いを求めてこのサービスを知ってくださったり、いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、あのチャプターズの本を皆さんの大切な時間に読んでくださっているんだなと思うと、本当に嬉しく思う次第です。ありがとうございます。はい、で私はちょっと振り返るとこの1年、なんか読書生活で言うと、なんか本当によく読んだなっていう1年でした。なんか始まったのが2020年の12月で、そこからはやっぱりこう私も本が好きなので、自分の好きな本ストックってなんかあるじゃないですか。なのでその中の1冊を軸にして、こんな感じの本でいきたい、こんな感じのテーマでいきたいとかっていう風な選書が結構多かったんですけど、今年に入ってもその自分のね貯金も結構なくなっていきますし、あとお客様にも私の趣味全く関係ない素敵な本を届けたいという気持ちがどんどん強くなっていって、私自身も相当読んだし、いろんな本に出会えた1年でした。作家さんでいくと、そうだな、横関さんとか、横関大さんっていうのかな、あれとか、あとは宮本照さん、あと誰だろう、去年だけど内田洋子さんに出会えたのもチャプターズの選書がきっかけでしたね。すごく嬉しいなと、私もみんなと一緒に新しい本にどんどん出会ってます。はい、で今回ね、そんなチャプターズの締めくくりということで、皆さんの読書納めをねチャプターズからお届けするので、かなり豪華に楽しくホリデー気分で作れた1ヶ月かなと思います。はい、なんか夏から準備してたので本当に早く届けたくって、で今初回発送の準備真っ最中なので、ご注文された方は楽しみに待っていてほしいですし、今から注文される方もあのこの動画を見てぜひゆっくり選んでほしいです。でとはいえちょっとチャプターズ最近嬉しいことにすごい人気で、作品が完売しちゃったり、あとギフトをつけられなかったりとかするので、あの早い方がいいです。なんか後ろの方になると安くなるみたいな、そのセールもしないので、本当に早い方がいいと思います。はい、それでは、今月の選書テーマいってみますね。選書テーマありがとうっていう風に決めました。で選書テーマありがとうにしたのは、やっぱ1年間の締めくくり、なんか温かい話がいいなと思って、ありがとうにして、でなんかその時にこう社内でブレストしててひらめいちゃったんですよね。ありがとうって言うんだったら、なんかリップクリームとか入れたらよくないみたいな、いいねって盛り上がって、今回お迎えしたのがジョンマスターオーガニックさんを、ギフティングパートナーとしてお迎えさせていただきました。でね、早速お見せしたいんですけど、私も日々愛用してて、これ私の口紅入れなんですけど、じゃん、これジョンマスのリップです。知ってます？ジョンマスターオーガニックってアメリカの美容師さんがスタートしたヘアケアオーガニックブランドで、リップとか今でもスキンケアラインとかいろいろあります。で私もヘアブラシ使ってましたね。でオーガニックコスメの草分け的存在で、日本でもかなりもう人気があって知名度は抜群、意外と男性の方知らないのかなと思うんですが、多分家の近くの大きなデパートとか行ったら入ってると思います、
で、なんかオンラインでは最近ギフトが人気みたいで、この冬はあの詩人の最果て太陽さんとのホリデーボックスが結構 SNS とかで出回っていて、本好きとかあと読書家の方にもちょっと届いたニュースなんじゃないかなと思います。で、これすごい下世話な話なんですけど、本より高いんですよ全然。しかも本とこれ組み合わせるともうそれだけでチャプターズの月額会費を優に超えてくるような、今月は月になちょっとバグが起きてる1ヶ月です。でもなんかなんだっけ、あ、そう、なんかこの本、このコラボを決めるときが結構サービスこれから続けられるかなって不安な夏だったんで、もういいテーマ思いついたし、みんなに喜んでほしいし、もう行っちゃえみたいな感じでお祭り気分で決めました。なんか本当に絶対これ普通の会社で通せないような決済を通せるのは自分が社長でよかったなと思います。社長でよかったって思った1ヶ月でした。はい。で、今月、そうね、さらにこのリップだけじゃなくて新規で3ヶ月プランにお申し込みをいただくと、シャンプー、コンディショナーの 60mm のトラベルサイズもセットにしてお届けしております。で、これもすごい良くて、私夏からシャンプー3種類ぐらい試して、あ、これが一番いいなと思ったやつが一番スタンダードなやつだったんですって、あのジョンマスで。なのでそれを選んだので、年末年始の里帰りとかにもぴったりだと思います。皆さんぜひ、新しくチャプターズに入ってくださる方は3ヶ月プランでシャンプーコンディショナーをギフトでもらうのおすすめです。ぜひそちらもウェブサイトでご確認ください。はい。あとね、これ女の子は結構知ってるブランドだと思うんですけど、チャプター男性のお客様と男性女性6対4ぐらいで、男性も4割ぐらいいらっしゃって、男性がポケットにさりげなく入ってるリップがジョンマスターオーガニックだったらすごいおしゃれだと思ったんです。で、香りもね、これシトラス系で全然甘くなくて誰でも使える、で普通に男性もリピートで買われる方もたくさんいらっしゃいますっていう風におっしゃっていたので、ブランド担当の方もいいなと思いました。ブランド担当者もね2名出てきてくださったんですけど、2人とも男性で、なんか一緒に楽しく企んだのとかを今思い出します。男性のイメージが勝手にすごい強くなったので、男性もぜひこの機会にジョンマスオーガニック好きになってもらえたらいいななんて思ってます。はい。ちょっとね、すっかり長くなってしまいましたが、今月の本の紹介いってみたいと思います。はい。まずブックカバーですね。今月はリップに添えてこんな感じでブックカバーお届けしてます。これ今村仁太郎さんっていう福岡在住のイラストレーターさんに新規で書き起こしていただいたイラストを、ブックカバーに、デザインをリサイズして入れました。で、今村さんはアンマンのシェアライフ特集だっけな、チャプターズも紙面で紹介いただいた時に大きく挿絵をやられて、挿絵を担当されていたクリエイターさんで、あ、もう絶対この人がいい、冬はこの人がいいと思って心を込めてご依頼したのを覚えてます。で、今月のクリエイティブ、なんかよく注目してみてほしいんですけど、4枚全部同じリビングで、その作品の登場人物をイメージした人が本をそれぞれに読んでいるっていう、ちょっとおしゃれな工夫が施されています。なのでなんかこう4枚で一つの作品っぽくも見えるし、なんかある種こう一つ一つ間違い探しにも見えるし、で、全部にね、この猫ちゃんが出てくるんですよ。これ今回ブックカバーでもちょっとキーになって、デザインでかなりエッセンス効いてるので、なんかその辺も本当に細部まで書き込まれるクリエイターさんなので、ウェブサイトでね、オンラインでしか見せられないのが残念なんですけど、ぜひ楽しんでもらいたいなと思います。はい。あとは選書ですね。今回選書もすごい、すごいです。山中賞で有名な高知県の書店員さん、人気書店員さん、山中由紀さんをお迎えしております。なんかこう、なんだっけな、なんか夏に一回オンラインイベントでご一緒して、こう本への愛、あと読んだ後のその本の考察というか理解の深さがすごいなって感じる方で、私個人的に本好きって本を読んだ量じゃなくて、その作品をどれだけ大切に人生で思っているか、一つ一つの作品との向き合い方を結構大切だなと思っているタイプなので、山中さんの読書の仕方すごく好きで、ぜひお願いしたいと
思ってお声かけをして、両者で丁寧に選んでいきました。で、最初3冊は結構すんなり決まったんですけど、1冊かなり難航して、それもこうビシッと最後ハマった時に、いいね、いい選手だねみたいな、こう2人で喜んだのを今も覚えてます。なんか山中さんのおかげでいろんな本にも私秋頃出会えたり、すごい楽しかったですね。やっぱ選書パートナーいるといいですね。なんか私も読書楽しくなる、うん、はい。で、まあ、どれもね、もう年末にぴったりありがとうを伝えたいっていうことを大切に選んだので、安心して選んでいいと思います。なんかね、当たりくじだけのくじ引きみたいな感じで、どれもそんななんかちょっと自分と、あ、でも自分と合わなかったは読書だからあるけれど、作品としてはなんか一押しってなくて、どれもいい感じなので、みんな安心して選んでもらいたいなと思います。はい、じゃあしっかり長くなってしまいましたが、12月選書テーマありがとう、東西南北の順番で4冊を紹介していきたいと思います。はい、1冊目、これ東ですね、は人生に絶望した大学生が主人公の物語です。これは近所の人の温かさに触れて生きる力を取り戻していくっていう、なんかこう再生系の物語なんですけど、なんか作品としてまず読みやすかった。なんかスルスル、あ、気づいたら終わってたみたいなことと、あと出てくるコロッケの描写がもう私も美味しそうな描写に弱いんですよね。美味しすぎて選びたいなと思いました。あとなんかこう大学生とか若い子にはおすすめなんですけど、今ちょっとこう自分的に生命力が余ってるかもなみたいな人も、なんか安心して読めるというか寄り添ってくれる系の読書です。なんか選んだ理由は、ありがとうを伝えたい人って必ずしもすごい身近な人だけじゃなくて、こうやってこうふと人生で出会ったり、あともう一期一会、隣の席になってちょっと何気ない言葉をかけてくれたりとか、なんかそういうことも割と人生を動かしていくし、1年振り返ってみると、あの時のあの人ありがとうだなみたいなってあると思うんですよね。なんかそういうこの1年をなんか振り返るにも、意外と自分って人に恵まれてるじゃんみたいなことをちょっと感じられたりするのかなと思って、選びましたかな。うん、なんか人間って多分全員が素敵な出会いの偶然を持ち合わせてるか私は思っていて、嫌なこともあるけど絶対に人によって救われることもあるじゃないですか。逆を返すと、人に傷つけられるけど、それをカバーしてくれるのって結局人だったりとかする。出会いっていいものも悪いものもある。そのなんかいい方をすごい見せてくれるために、まあちょっと悪もあったりとかだからちょっとネタバレになっちゃうんですけど、なんかいろんな気持ちになるので、これすごいなんか内省するのに年末いいかなと思っております。はい、東おすすめです。読みやすい長編小説です。はい、続いて西、これは短歌集ですね。私恥ずかしながら今回短歌を初めて手に取りまして、なんか読んでみたいなとか、ちょっと最近短歌ブームじゃないですか、良さそうとか読んでみたいなと思ってたんですけど、なんかそれ以上先に行けなくて、なんか読んでもはてなはてなはてなで終わって、なんかちょっとしたびっくりマークとか気づきにもいかないみたいなことが多かったんですよね。そんな中もうこれはタイトルから打ち抜かれたし、山中さんのおすすめっていうのもあって、すごく私も安心して読めたので、こういう短歌初心者にもこっから入ってほしいなという気持ちも込めて選びました。でしかもこれ短いので、皆さん今月忙しかったり年末で、あと今月からチャプターで始めるけど読書続くか心配だわっていう方にもすごい読みやすいおすすめ作品ですし、なんかビデオチャットアペロでチャプターって出会うじゃないですか。その時の初めての会話が、どの短歌好きでしたってすごいロマンチックだなと思って、読んでもらえたら嬉しいなと思っております。あとなんか短歌って本当にパラパラいけるんで、電車の待ち時間とか、あと不意に忘年会の10分前に着いちゃってちょっと読んでみようかなとか、なんかそんなことでも使えると思いますし、カバンに忍ばせて忙しい年末の隙間時間をね埋めるような感じの読書もありかなと思っています。はい、続いて南ですね。これは長編小説で、個人的な趣味で大変申し訳ないんですけども、もう素晴らしい
で、私これ最後の章を姉との旅行中に読んだんですけど、ちょっと夜ご飯の時間を遅らせてもらってホテルの部屋で一人で読むぐらい本当に没頭してしまいました。なんか美しくっていい本って最後の方ゆっくり読みたくなる、その気持ちを久しぶりにくれた読書体験でしたね。うん、なんかなったことないんです話は。あの主人公が突然不慮の事故で奥さんを失って、そこから物語が始まっていく。でもそこからなんかすごい大冒険があったり大きな事件があるわけではないんですけれども、なんかその日々のなんだろう、営みがすごく美しかったり、あの文体もいいし、うん、なんてことない小説ほどなんか難しいもの買ってないと思っていて、これ作家さんの力だなと思います。山中さんにもなんかこんな本を紹介してくれてありがとうございましたって伝えました私も。でこれなんだろうな、あ、そうだ、ちょっとしたトリビアでいくと、あの原作者の方がメガホンを取って映像化もしているんです。なので多分それって緻密に世界観をもう作りきっていないと自分で自分の作品メガホン撮るっていかないと思うんですよね私。だからかなり作り込んでいたその作家さんの気持ちの入れ方も感じますし、映像まだ見てないんですけどぜひ見たいなと、年末見ようかなと思ってます。うん、でこれ面白いのが、その旅行中に私が読んで超良かったとか言って、で姉にパスして、で多分今姉が母にパスしてるんですよね。なので森本家の回し読み文庫ですこれ。ぜひ、大人の家族だったらね、うちは大人家族が全員30代なんで子供、なんか結構その後父まで行くかなみたいな感じで、回し読みにもおすすめです。はい、そして最後北ですね。これは今月唯一の海外文学で、書店員さんとそのお客様のやり取りで進んでいくお手紙の書簡小説になってます。これ小説って言っても何十年か前の、イギリスとアメリカで実際にあったノンフィクションを元にした作品で、なんか行きつけのお店にすごい自分もありがとうって言いたくなる気持ちはめちゃくちゃ湧いてくると思います。なんかこれ全然作品関係ないんですけど、私も行きつけのレストランが一軒あって、そんなに毎回行けるほどの価格帯じゃないので、行けて2ヶ月に1回ぐらいかな、ドキドキしながら行くんですけど、やっぱこう好き嫌いは知ってくれてたり、お腹どれぐらい空いてるか言うだけでなんかこうメニューを組んで出してくれたりとか、そのなんか自分を知ってもらえることすごい嬉しいなって、なんかいろんなお店を試すのも楽しいけど、こうやって行きつけのお店でプロの仕事に触れて関係値を作ってって、で翌日からまた自分も自分の仕事の領域で頑張ろうと思える、なんかそういうのもすごいいいなと思って、これはめっちゃ今回のテーマドンピシャだと思いますね。行きつけのお店の話をしたくなるありがとう小説です。で、あ、そうだ、これは読みやすいんですよ、手紙なんで一個一個が短いですし、好きだったら私これ文学 YouTuber のなしちゃんからおすすめしてもらったさよならオレンジっていう書簡小説、これもおすすめです。すごい面白い。で、あの文学 YouTuber のね、これベルちゃんって私仲良くしていただいてるんですけど、ベルちゃんが書簡小説好きなんですって。で、その好きな小説のなんかジャンルを言えるってかっこいいなと思ったんですよ。なんか私は言葉の美しい小説が好きだ、だから先ほどの南の本かとかも本当そのジャンルに入るんですけど、なんかその好きな本のジャンルで答えたいとか新しいジャンルにチャレンジしたいという方は、今回12月チャプターズで書簡小説で挑戦してみるのありかなと思っています。読みやすいですし、なんせね、山中さんおすすめ付きなんで、山中さんがもうクリスマスなら絶対これって言ってました。はい、ぜひおすすめです。長くなっちゃいましたけどこんな感じかな。うん、でもなんかやっぱこう話してて熱を込めて選んだ好きであり、心を込めて準備して好きだったなって実感します。だからみんなに喜んでほしいですし、ジョーマストオーガニックのリップって男性はもちろんなんですけど女性が特に嬉しいと思うんですよ。だから今月はなんか女の子がお仕事1年間頑張ってきて自分のために12月29日とかにこう本を開く、そういう時間をイメージして勝手に選書しました。
なのでなんか今月女の子いっぱい入ってくれたら嬉しいな、個人的には、うん、そんな感じかなと。ほんと先ほど申し上げましたが、ちょっと今人気があってチャプターズ人気があってとか、なんかこう注文が結構偏っちゃうので本がなくなったり、そのギフトがなくなったりということがあります。なのであの悩んでる方はぜひお早めにね選んでもらえたら嬉しいです。それでは、チャプターズ書店でお待ちしてます。本当に今年も皆さん読書一緒に楽しんでくださってありがとうございました。来年からもね楽しい本いっぱい届けたいと思いますので、年末一緒にチャプターズのありがとうの選書を楽しみましょう。それでは失礼します。良いお年を。